さあ次は each ですね。 She had a teacup in each hand。 彼女はそれぞれの手にティーカップを持っていた。右手にも左手にもそれぞれというわけですね。一つずつチェックをする感覚、それが each の持ち味です。